カルロ・アイ・ロール・ディは、イタリアの元陸上競技選手である。彼は1896年に開催された、アテネオリンピックへ出場するために、徒歩で、アテネに向かったことで、今日まで名を残した選手である。カルロ・アイ・ロール・ディは、1869年に、イタリアのサロンの近くにあるオリッジョで農家の息子として、生まれた。バレー世間で、スポーツの試合に出ていた。彼は、後に、 国外でも通用するレベルの選手に成長した。1892年には、レッコとミラノ間のマラソンと、ミラノとトリノ間のマラソンで勝ち、すぐに有名になって、当時の傑出したマラソン選手の一人と、みなされるようになった。1895年9月には、ミラノとバルセロナ間のマラソンで優勝し、2000ペセタの賞金を得ている。アイロルディは、 1896年のアテネオリンピックへの参加を希望していた。しかし、彼にはアテネに行くための旅費がなかった。彼はいくらかのお金を当時有名だったラビーチクレータという雑誌の社長から受け取って安上がりでアテネへの旅行をする提案をした。アイロルディはオーストリア、トルコ、そしてギリシャを徒歩で横断してアテネへの旅程を走り抜くことに決めた。 1> 1日に七十キに 70km の距離を走れば、マラソン競技の実施時までに、アテネに到着する計算だった。雑誌社は、彼の予定のすべてを記録することにして、必要な物資と情報を供給することになった。雑誌社は、アイロルディの旅の開始を容認した。彼は、最初にミラノまで何の問題もなく到着した。次に彼は、 クロアチアの海岸戦争いにコトルトケルキラ島を通過する計画を立てた。しかし、ドゥブロブニクに到着する前に彼は転倒して手を負傷してしまい、二日間の休養を余儀なくされることになった。アイロルディは徒歩でアルバニアを横断できないと言われたため、オーストリアの船でギリシャの都市パトラへ赴き、それからアテネへ鉄道の路線沿いに徒歩で向かった。アイロルディは アテネへの旅を28日かけてやり遂げた。けれども、彼は不運にもオリンピックのマラソン競技への参加を許可されなかった。オリンピック組織委員会の上層部は、かつてアイロルディがミラノとバルセロナ間のマラソンで賞金を受け取っていたことを問題視して、彼をプロの運動選手とみなし、参加を拒否したのである。イタリア当局は、オリンピック組織委員会に、電報で、 彼の参加を打診したが、それでも決定は覆らなかった。イタリア国民は、ギリシャの選手を、オリンピックで勝たせるために、強敵となるアイロルディの参加を許さなかったのだろうと、受け取った。アイロルディは、最終決定を拒否した。彼はそれから、アテネオリンピックマラソン競技の覇者スピリドン・ルイスに、レースでの対戦を申し込んだが、ルイスが、この挑戦を受けることはなかった。 古国イタリアに帰国した後のアイロルディは、ルイスが打ち立てた記録を破ることに何度も挑戦したが、その試みは失敗に終わった。彼は主にロンバルディア州やスイスでレースへの出場を続けた。彼はスイスで結婚し、ベルンとチューリッヒで働いた。レースから引退した後、彼は南アメリカへ移住した。ありがとうございます。